開会宣言。スポーツを愛する多くのファンの皆様に支えられまして、J リーグは今日ここに大きな夢の実現に向かって、その第一歩を踏み出します。1993年5月15日、J リーグの開会を宣言します。J リーグチェアマン、川淵三郎。30年前の今日この日、開会宣言で述べた大きな夢とは、全国に100の J クラブを作り、そこを中心に老若男女、いつでも楽しめるスポーツ施設を全国各地に作りましょう。そして子どもたちのために、全国の小学校の校庭を芝生化しましょうという100年構想を意味しています。スポーツでもっと幸せな国へを目指して、さらに前進していきましょう。それでは、開会当時と同じく、春畑美智也さんの歴史的な名曲、Jズテーマの演奏で、J リーグの30年の歩みをご覧ください。J リーグチェアマン野々村義和です。本日は J リーグ30周年記念イベントにお越しいただき誠にありがとうございます。1993年5月15日に J リーグが開幕してから本日でちょうど30年となります。
川淵さんをはじめ、一から J リーグの創設にご尽力いただいた皆様、そして各地域で J リーグの理念に賛同してクラブを作っていただいた皆様、まずは生み出していただいた皆様に感謝したいと思います。それからこの30年間プレーをし続けてきてくれた選手、そしてサポーター、パートナー、メディアの皆様、紡いでくれた皆様、こうしてサッカーが日常になったということへの感謝も改めて感謝申し上げたいと思います。ありがとうございます。この30年間で当時10クラブからスタートした J リーグも今年41都道府県60クラブまでに成長しました。ピッチレベルでの競技力の向上もさることながら、開幕当初より本気で各クラブを応援してくれるサポーターが各地域で増えていること、確実にこの日本に本物のサッカー文化が根付いてきているというふうに感じています。30周年という一つの節目ではありますが、まだまだ歩みを止めるわけにはいきません。各クラブがそれぞれの地域で圧倒的に魅力的な作品を作り、60クラブがそれぞれの地域で輝くことを徹底していきたいと思います。そしてその中からナショナルコンテンツとして輝くリーグを牽引していくようなクラブがいくつも出てきてほしいと期待します。これからの30年に向けて J リーグが世界のサッカーシーンでより魅力的になるために、そして今サッカーをやっている子どもたち、これからサッカーを始めていくであろう未来の子どもたちにとって楽しそうだな、魅力的だな、キラキラしているなと思ってもらえるようなリーグを目指してチャレンジします。僕たちはサッカーから学び、サッカーによって育ちました。これからも J リーグはそんな存在になれるよう多くの皆様と共に成長し続けたいと思います。本日はどうもありがとうございます。皆様、今日はようこそお越しくださいました。足元の悪い中でありますが、大変記念すべきですね、 J リーグ30周年記念イベント、お越しいただきまして大変感謝申し上げます。この記念すべき、会のですね、司会進行をおせつかりまして、本当こう魂が揺さぶられる思いでありますが、生島博士でございます。どうぞよろしくお願いします。ご一緒させていただきます、進行役の中川恵美里と申します。どうぞよろしくお願いいたします。オープニングでは J リーグ初代チェアマン川淵三郎さんと第6代目野々村義和チェアマンによるご案内で、30年前の J リーグ開会セレモニーを彷彿とさせる春畑道也さんの J's テーマ、 J のテーマの生演奏に乗せて J リーグ30年の歩みを映像でご覧いただきました。感動しましたね。あのテーマが流れるともぐーっと込み上げるものがありますが、まあ、実はあの私はですね、 J リーグスタートした年にほぼ同時にですね、 TBS であの土曜日の深夜スーパーサッカーという番組が始まりまして、で僕は初代のその MC だったんですが、正直言って、まあ、ずっとこう野球とかはやってきたんですけど、サッカーあまりよく知りません、いいんですかって言ったらですね、いいんです、知らない人はこれからですね、どん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 サッカーに触れて一緒に育っていきましょう、成長していきましょうということ で、まあ、子供はやっぱり J リーグが始まったと同時にですね、まあ、それこそあの行政でね、2人ともサッカーを始めまして、いやでも本当いろんな思いが込み上げてまいりますが、まあ、当時はやっぱり野球中心で、まあ、企業と結びついている野球、それに対して川淵さんはですね、いや地域とともにということで、随分あの頃のね、元気な野球界の方とバチバチやってましたけれども、はい、川淵さんに、なんかこうストレスとかたまんないですか、いやー生島さんね、僕はあってね、ライバルがいればいるほど盛り上がるという、まさにこうリーダーシップ、まあファーストペンギンといいますか、誰もいないところにこう飛び込んでいくというね、そういうパイオニア精神みたいなものを備わったすごいリーダーシップ、まあそれが今につながっているんではないかなってことを正直今日思います。
はい、その熱があってのこの30周年ですね。そうですね。私は開幕当初生まれていなかったんですが、もう J リーグに熱を注ぐ清水という町で生まれ育ちまして、開会セレモニーの映像を何度も拝見していたので、実際に体感することができて胸がいっぱいになっております。まあ、静岡はサッカー王国でね、まあ、当時はやはり僕らテレビの番組でジュビロ岩田ってついついこう平板で言うんですよ、はい、ともサポーターの方からね大クレームが来て、はい、発音が違うジュビロ岩田って言ってくれって言われて直した記憶がありますが、まあ、それにしてもですね、100年構想をぶち上げた川淵さん、100年構想ってすごいなと。しかも当時はうちの子供たちもそうでしたけど、もうコンクリートのグラウンドでサッカーをやって怪我したりとかして、それやはり私枠でという、まあ今後もね、川淵さんはやっぱいつでもどこでもこうサッカーができるような、まあそういう環境づくりみたいなことがとっても重要だってことをおっしゃってますけど、まあそのあたりも含めて後ほどお伺いしていきたいと思っております。それでは再びお二人にご登場いただきましょう。 J リーグ初代チェアマン川淵三郎さん、第6代目野々村チェアマンです。どうぞ大きな拍手をお願いいたします。改めましてご紹介させていただきます。 J リーグ初代チェアマン川淵三郎様、そして野々村義和チェアマンです。ここからはお二人と一緒に J リーグ30年の歴史を振り返りつつ、これからの J リーグについてお話をお伺いしてまいりたいと思います。どうぞおかけください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、川淵さん、本当にご挨拶できなくて今お目にかかりました。相変わらずお元気そうですね。いや、久しぶりですね。久しぶりですよね。テレビではよく見かけますけど。しかしどうですか、オープニング宣言、あの時と同じような雰囲気の衣装。そう、一生懸命探してきてダブルの背びれはもうなかったんでね。でもこのマークはその時のマーク。そうですよね。ネクタイも確かそうだと思いますよ。そうですよね。だけどやっぱ緊張されましたか、あの時は。まあまあね、でもその素晴らしいスタートが切れたので、だからそういった意味ではもうそこでもうこれで大成功だなっていう思いがあったから、あんまりその緊張という感じではなかった。でも今聞いていると声がちょっと震えてますもんね。あ、やっぱり、やっぱり、だからやっぱり緊張したんでしょうね。しかしだから日本にプロサッカーなんか根付くはずはないと、随分厳しいマスコミの声もありましたよね。いや、僕もそう思ってましたから、本当ですか、うん、だけど見事に30年ワールドカップ出るのは当たり前の時代になっちゃいましたね、これはもう本当に皆さんの努力のおかげでね、サポーターも多く応援していただいたおかげで、ここまで成長するとは正直言って思ってませんでしたよね。ここまで成長するというか30年も生きるとは僕は思ってませんでしたから、どうですか、6代目チェアマンとしてはですね、はい、そのオープン の時には何歳でいらっしゃって。僕は21歳大学3年生ですね、慶応大学の学生だなって。学生で大学に行く時にもサッカーをそのまま将来続けるかどうかなんて考える、要は J リーグなかったので、急にできて、急にって言うと川淵さんたちに怒られちゃいますけど当時のサッカー少年というかサッカーしてた子たちにとっては人生がもう大幅に変わる、きっかけになるわけなので、今思えばもうありがたいとしか言いようがないですよね。だから J リーグはね、初め作る時、プロ契約しろって言ったら選手が、当時の選手はあんまりしたくないと、というのは成功するかどうかわからないから、やっぱり今のままだと会社の中でサッカーできて、サッカーをやめたら社員として働ける、そっちの方がよっぽど安定してるから、だから初めはプロ契約すると希望する選手結構いなかったんですよ。で僕らも始めてみてプロ選手とはどんなもんかって分からない中でやってますよね。でそれはクラブも同じ で、だんだんこうプロ選手ってこんな感じかなっていうのがもう30年経って今やっと本物になったところはあるんじゃないですかね。でもあの頃はやっぱりプロ野球との年俸比較なんかがあって、もう J リーグ もう追い越せ追い越せ追いつけ追い越せで、カズ選手とか1億とか取ったね、ありましたよね、あの頃で。ある時にね、プロ野球の僕を覚えてるのはプロ野球もそんな1億越す選手いなかったんですよ。それで J リーグがここまで選手にそういうこと出すのだって、確か落合さんがね一番初めに1億を超えた、だからそういった意味ではプロ野球もJ リーグのおかげで選手たちは高年俸をもらえるようになったと、そういう時ありましたね。
しかし僕はインタビューさせていただいた時、川淵さんはライバルがいればいるほど盛り上がるんだと、いろいろとガンガンやってましたもんね。ねえ、そうでしたね。まあもうなんか野球との対比でマスメディアの皆さんが面白おかしく書き立てるでしょ。僕はそうじゃなくて野球と一緒にやはり発展していきたい、まあ、プロ野球はもうそれこそもう50年のその時ね歴史を持っていましたから、それを追い越すなんていうそんな気持ちは持たなくて一緒に反映していければいいなと僕は思ったんだけど、マスコミの人はもう焚きつける一方でしたね。そうでしたね。しかしあの頃からまあ川淵さんはできるだけもう至る所に芝生のグラウンドが欲しいってことを夢におっしゃってましたね。で今ね、で実際はね僕はまあ 400-500 ぐらい直接間接にそういう貢献できたかなって、今度いろいろ本を書くにあたってそれを調べたら1300ぐらいその小学校の法廷の緑化に関係してるんで、自分でもびっくりしましたよ。今日本全国では2000を越してるっていう感じですかね。やっぱそういう意味では野々村さんどうですか、いろんな意味での広がり、一層の広がりは感じますか。そこは間違いないですね。今おっしゃられたようにそのハード面での充実ももちろんですけど、やっぱ地域の皆さんと一緒にクラブ作っていくんだっていう、そのクラブ側も地域の人たちもやっぱマインドが全然変わったと思うんですよね。でやっぱ30年前始めた時はサポートするってどんなことなんだろうって手探りだったと思うんですけど、今本当に本物のクラブを一緒に作って、地域を一緒に作っていこうという人が増えたので、そこは相当大きな日本の社会の変化をやっぱり川淵さんたちが起こすきっかけを作ってくれたんだと思ってます。おっしゃってましたけれども、やっぱりこのアジアの中でサッカーを広げて J クラブの位置に憧れてくるような、そしてそういう存在にならなきゃいけないということをおっしゃってましたよね。そうですね。30年前に J リーグができたことで日本の子どもたちはあそこに行きたいっていう夢を持てるようになったんですよね。でやっぱ次はアジアの子どもたちも同じように日本のあの J リーグに行きたい、日本に行きたいっていうふうに思う子どもたちがどのぐらい増えるかってすごく重要なことだと思うし、そのぐらいの価値はこれからもっと作っていけるんじゃないかなと思ってます。川淵さんはですね、日本の今はこうピラミッド型ではなくて、例えば大谷選手みたいな人も出てきましたけども、まあ、スカイツリー型になってるんではないかとおっしゃってましたね。うん、それはね、子どもたちがその近くで遊び回って体幹を鍛える機会ってのはほとんどなくなったんですね。僕らの時はかけっこや木登り、水遊び、いろんなことをできましたよね。広っぱがあって友達もいたけども、今友達もその高層マンションに住むとなかなか一緒に遊べる機会がなくなって、自然と子どもの体力って 今ほど落ちてる時代ないんですよ。だからこそ外遊びが必要なんでね、だから校庭の芝生って言うんですけど、僕は校庭の芝生って言うと多くの人がサッカーのために行ってまず思われるんでね、そうじゃなくてサッカー関係ないと、子どもたちのためにこそ外遊びできる芝生のグラウンドが必要なんだと、芝生のグラウンドさえあれば子どもたちは走り回り飛び回り滑り込み、子どもたちと同士で取っ組み合いをしたりね、全然違いますから。だからそういうのがね、どんどん広がってきたことが僕は非常に嬉しく思いますね。中川さん、はい、いや本当にこの J リーグ30年の歴史の中で、まあ、リーグ自体もそうですし、そういった芝生だったりこう飛躍のスピードというか成長が凄まじいなと思うんですけれども、そのあたりは川淵さんいかがでしょうか。いやもうね、例えば北海道の旭川からなんか行ったら町ぐるみなんか芝生 の場所がいっぱいあって、いや世の中変わったなって、まあ、北海道は特にそうなんですけどね、やっぱり僕の夢は飛行機乗って空から見ると、まあ、アメリカの場合は野球場は必ず芝生ですよね。でヨーロッパはもう芝生のグラウンドばっかり、ただ日本は土の校庭ばっかり見えるんで、いずれ飛行機になった時にも日本のその校庭が緑に見えるようになってほしいと、それまだねそこまでいやなってきたなとは思いませんけどね、まだまだこれからだと思います。まあ、本当に川淵さんが100年構想ってぶち上げた時にですね、驚きましたけれども、やっぱりその100年に向かっての長期ビジョンを持ってるってことは、これリーダーシップとしてはとっても重要なことだったですね。そうですね、やっぱり大きな目標に目指してやはりやっていく。で J リーグがスタートした時に
成功するかどうかわからないっていうことでしょ、皆さん思われたのは。で、牧師もどうだかわからないけど、とりあえずもうないよりはあった方がいいっていう感じでね、失敗したって別にサッカーはなくならないっていう思いでスタートしたわけですよ。だから10年50年100年経ってもこの J リーグの理念を貫き通しますよって公園に行くたんびに100年かけてもっとずっと言ってきたのがね、で具体的にそういう方向に、まあ、J リーグのクラブも100って言ったのが30年で60ですからね、あの頃ね、何をバカなこと言ってるんだって言われましたよ本当に。でどこも記事にしてもらえませんでした ね、 10から12に増やす時だって結構大変なことありましたもんね。いや本当そうなんですよ、今や60ですが、じゃあもっともっとお話をお伺いしたいんですけど、最後にですね、ファンサポーターの皆さんに川淵さんからと、で野々村さんからお願いいたします。やっぱりサポーターの皆さんがいたから今の J リーグが、まあ、60まで育ったんでね、サポーターの存在がなければここまではやはりクラブは発展してきませんね。この地域社会のためにやはりそのクラブがあることが地域の発展、地域の相互理解、地域の誇りとなるということを皆さんが理解していただいているからこそ60まで増えたんだと思います。はい、野々村さん、今川淵さんがおっしゃったそのもので、今日最後になっちゃいますけど、このワッペン川淵さんからもらったんですよ開幕した当初作ったやつなんですよ ね、 で今日受け継いで、今おっしゃられたことそのまま今も各クラブ努力し続けて地域の皆さんとやってはきていて、で最近川淵さんと話したことが一つあって、やっとJリーグ安定してきたと、でこれをどうやって本当にこう世界の中で勝負していくような、競争のマインドに少しずつこう変えていくかみたいなことが、次 J リーグに求められている大事な部分なんだろうなということも踏まえてしっかりと引き継いでいきたいと思ってます。ぜひぜひ J の理念よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。J リーグ30年の歴史を一緒に振り返っていただきましたのは野々村チェアマン、そして J リーグ初代チェアマン川淵三郎様でした。どうぞ拍手でお送りください。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、ということでお二人のお話まだまだ伺いたいところだったんですが、ちょっといろいろと時間の都合がございまして、はい、申し訳ございませんです。ここからはですね、明治安田生命保険相互会社様にご協賛いただいております明治安田 J30 ベストアウォーズの発表に移りたいと思います。いや本当にJリーグ30年の歴史の中ではですね、さまざまな名勝負名シーンの数々生まれてまいりました。そんな記憶に残る数々のプレーの中から、これまでのJリーグアウォーズの受賞歴、そして選考委員会の推薦によりまして各所のノミネートを選出させていただきまして、ファンサポーターの皆様からのウェブ投票をもとにベストマッチ、ベストシーン、ベストゴール、ベストイレブン、そして MVP の5つの賞を決定させていただきました。それではまずはじめにベストマッチの発表です。ベストマッチは熱戦を繰り広げた両クラブに贈られます。なおベストマッチ賞については発表のみとさせていただきます。それでは発表いたします。明治安田 J30 ベストアウォーズベストマッチに選ばれた試合は、thank you.
2011年4月23日、2011 J リーグディビジョン1第7節、川崎フロンターレ対ベガルダ仙台の試合です。東日本大震災で甚大な被害を受けた仙台が、震災後初のゲームで川崎フロンターレと対戦しました。雨の中の一戦は37分に先制されました。しかし73分に太田義明選手のゴールで追いつきますと、終了間際の87分、鎌田二郎選手が渾身のヘディングシュートを叩き込みまして、2対1の逆転勝利を収めました。この年、仙台は復興のシンボルとしてシーズンを戦い抜き、当時のクラブ史上最高となります4位と躍進を遂げました。あわやながら多くの地元サポーターが詰めかけた中、魂のこもったパフォーマンスを見せた仙台、そして、ホームとして仙台を温かく迎えた川崎フロンターレに多くの人が心打たれ、こちらの試合がベストマッチに選ばれました。川崎フロンターレ、ベガルタ仙台、両クラブの皆様おめでとうございました。いやちょっと僕はあの宮城なもんですからね、小さい頃この試合本当に覚えてるんですけど、今もちょっと思い出して申し訳ありません。いや東北の皆様、 J リーグファンの皆様にとっても強く刻まれた一戦になりました ね。いやありがとうございました。さあ続いてまいります、ベストシーンの発表ですが、プレゼンターにはこちらのお二方お招きしております。よろしくお願いします。ベストシーンのプレゼンターは俳優の高橋光様、サッカー解説者の松木安太郎様です。お二人ともどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。高橋光さんは2017年に第96回全国高校サッカー選手権大会の13代目応援マネージャーに起用されるほか、昨年の FIFA ワールドカップカタール大会での番組出演など、サッカーには関連の深くていらっしゃいますけれども、本日でちょうど30周年を迎える J リーグ、はい、高橋さん、今回プレゼンターへの抜擢いかがでしょうか。そうですね、高校サッカーの応援マネージャーを最初にこうやってお仕事で経験してから、サッカーに興味を持つようになって、昨年のワールドカップももちろんですけど、私最近はもうプライベートでも観戦に行かせていただくことも増えたんですけど、サッカーもっと早くから知りたかったっていうか、見てたかったし、自分自身もプレーしてたかったって思うぐらい、知れば知るほどもう競技としての魅力ももちろんですし、この J リーグのチームのファンのサポーターの皆さんの応援だったりとか、もう全体的な盛り上がりが本当にワクワクするなっていうのを肌で感じて、こうして30周年という長い歴史を持ったこの J リーグの節目を共にお祝いすることができてとても光栄です。今日はよろしくお願いします。いや高橋さん、これからもう100年に向かってガンガン行きますから、すごい年を取ってもいけますよ。うわ、松木さん、もう僕もういないですからね、もうあとはお任せしますんで、ね、ダメですよ。今裏であれですから、ストレッチやられてました、はい、柔らかい柔らかい伸ばしたくない。もう僕なんかこのぐらいまでしか行かないんですけども、もうこんな下まで行ってですね、すいません。いやいや、しっかり伸ばしてました。しかし松木さん、もう始まった頃はね、もうベルディがどんどん引っ張っていった時代でしたよね。そうですね、まあ、先ほど川淵さんもいろいろ昔のお話をされてましたけど、本当にいろんな意味で変わったサッカー界というのが、はい、もう本当に瞬間にして変わったようなね、そんな時代でしたから。いやー、でもあの頃は生島さん、僕一番若かったんですよ、監督の中じゃ。そうだったんですか。それが今一番じじいですからねもう本当に相当もう日が経ったっていうのは分かりますね。でもどうですか松木さん、まあ、先ほど川淵さんもおっしゃってましたけど、はい、いや、 やっぱ企業でやった方がもう現役引退した後も社員でいられるし安定してるしと思ったのが、プロのいよいよリーグができたっていうのはこれ驚きだったんじゃないですか。そうですね、ただ僕のいた読売クラブという、はいはい、まあ、J リーグが始まる前のクラブのチームの頃からですね、やっぱりプロを目指してやりたいという選手がたくさんいましたんで、そういった意味では我々のチームは本当に来たかと、うん、ですから本当に個人的なプロになった時代もですね、まあ、先ほど川淵さんもおっしゃってましたけども、いやいや自分はやっぱり会社に残りたいと、まあまあ、今でこそ少なくなりましたけども、終身雇用なんていう言葉が ね、当時はね、そのスポーツの世界でもあったんですけど、我々は違うと、勝負をしたいなんていう選手が多かったのが当時の我々のチームでした。しかしワールドカップに出るのが夢だったのが、今やもう当たり前、出なきゃ怒られるみたいな雰囲気になりましたよね。そうっていうか、日本の選手が、まあ、野球もそうですけども、はい、
サッカーの世界も日本の選手が助っ人としてですね、素晴らしいプレーをしているチームが多くなったというのは、これはもう日本のサッカーにとってはすごく大きな飛躍だと思いますね。素晴らしいものであります、はい、さあそれでは、はい、ベストシーンの発表、これは高橋さんにお願いいたします。はい、はい、それでは発表いたします。明治安田 J30 ベストアウォーズベストシーンに選ばれたのは、1994年9月17日 J リーグニコスシリーズ第11節名古屋グランパス8対ジェフユナイテッド市原、ストイコビッチ選手、雨の中のドリブルです。おめでとうございます。おめでとうございます。なんとですね、本日はストイコビッチさんからメッセージ VTR を頂戴しております。早速ご覧いただきましょう。皆さんこんにちは、ピクシーです。 I would like to take this opportunity to thank the J League to nominating me for the award. I'm very happy and I'm very proud and it made me big honorto be nominating. I remember the action 17th of September 1994 in Nagaragawa Stadium when the Nagoya Grampus 8 play against Jeff United. It was a very, very heavy rain. It was very difficult, almost impossible to play on that conditions. But I choose to make a lifting and it was very successful.And I hope that everyone enjoy watching that action. Once again, thank you so much. And I wish you all the best. And see you very soon. I miss you a lot. ストイコビッチさん、ありがとうございました。いや、まずですね、松木さんに、はい、今のストイコビッチ選手のあのリフティングのすごさ改めて解説していただきたいんですけれども。いやもう本当に素晴らしい、まあもうこれはもう僕の解説いらないと思うんですけども、あの当時はやっぱり日本のサッカー界であのグラウンドがですね、やっぱりなかなかいい状態でないといいプレーができないなんていうことを言う方が多い中でですね、やっぱりグラウンドは関係ないと、やっぱこうテクニックといいますか、その選手の技術がどんなグラウンドの上でもですね、素晴らしいプレーをできるという、そういう証明をしてくれたのがまさにこの今のシーンだと思いますね。でストイコビッチさんは、まあ、選手時代もそうですけども、私監督時代にオールスターでご一緒したりしてですね、本当に素晴らしい選手で、まあ、今回はワールドカップでも監督を、されて大変素晴らしいチームを作られているということで、そういった意味では今日本のサッカー界にストイコビッチさんがこう関わってくれたということが我々にとってはね、すごく力になったというふうに思います、ね、ピクシーを我々目の前で見られるってみんな興奮しましたよね。いやびっくりしました。僕はピクシー1990年の大会の時ですかね、はい、見てますからね、高橋さん、はい、今の松木さんの解説を聞きながらどう思いましたか、改めてピクシーさん。いや雨の中ですごくボールもうまく扱えない状況の中で、もうみんながなかなか難しいだろうなって思ってる中、あのプレーはもうアニメを見てるかのような。そうなんです、あの水の中にだとボール止まっちゃいますけど、はい、水に関わらなければボールはちゃんとボールのこう前に進めるということで、理論上としては分かるんですけど、あれを実際にできるんだっていうのを、はい、あ見せましょうか僕。いいですか今時間がない、ボールもないということなんですごい感動しました。そういうことなんですよ。ですからやっぱりすごくそのどんな状況のグラウンド状況でもちゃんとプレーができるという本当に見本でしたね、ありがとうございます。小石の妖精でしたね、お二人ともありがとうございます。以上明治安田 J30 ベストアウォーズベストシーンはストイコビッチ選手、雨の中のリフティングドリブルでした。おめでとうございました。おめでとうございます。さあ発表続けます。続きましたベストゴールの発表です。ベストゴールはボレーオーバーヘッド部門、トラップ、ドリブル、ループなどのテクニカル部門、ミドル、ロングシュート部門、フリーキック部門、ヘディングシュート部門、
パスワークなどが評価されたその他部門6名が選ばれています。プレゼンターは引き続き高橋さん、松木さんにお願いいたします。さあ、それでは松木さん、はい、各部門の発表をお願いいたします。はい、それでは発表いたします。明治安田生命 J30 ベストアウォーズベストゴールボレーオーバーヘッド部門に選ばれたのは、1997年4月12日 J リーグファーストステージ第1節ガンバ大阪対ベルマーレ平塚、72分エンボマ選手のゴールです。エンボマ選手おめでとうございます。さあ、では松木さん、続いての発表をお願いいたします。はい、続きましてベストゴールテクニカル部門に選ばれたのは、1995年11月1日 J リーグニコスシリーズの第19節鹿島アントラーズ対横浜フリューゲルス、83分レオナルド選手のゴールです。レオナルド選手おめでとうございます。おめでとうございます。レオ様、いやですね。では続いての発表をお願いいたします。はい、続きましてベストゴールミドルロングシュート部門に選ばれたのは、2007年3月3日 J リーグディビジョン1第1節です。浦和レッズ対横浜 FC、 44分久保辰彦選手のゴールです。そうですね、何メートルですかね、あれね、結構な距離ですからね。入るんですか、あれは。もう、もう入っちゃいましたね。すごすぎる。はい、改めまして久保辰彦選手おめでとうございます。ありがとうございます。では続いての発表をお願いいたします。はい、ベストゴールフリーキック部門に選ばれたのは、2016年4月2日明治安田生命 J1 リーグファーストステージ第5節ガンバ大阪対横浜 F マリノス、40分中村俊輔選手のゴールです。神ですね、神、神の領域。たくさんありますからね、彼の場合。芸術的ですね。中村俊輔選手おめでとうございます。おめでとうございます。では続いての発表をお願いいたします。はい、ベストゴールヘディングシュート部門に選ばれたのは、2014年11月30日 J1 昇格プレーオフ準決勝ジュビロ磐田対モンテディオ山形、後半延長2分山岸紀弘選手のゴールです。ゴールキーパーのゴールですね。すごいですね。七海監督倒れて泣きましたね。プレーオフがね、大激闘でしたけれども、山岸紀弘選手おめでとうございます。ありがとうございます。それでは松木さん、ベストゴール最後の部門の発表をお願いいたします。はい、続きましてベストゴールその他部門に選ばれたのは、2018年10月20日明治安田生命 J1 リーグ第30節川崎フロンターレ対ヴィッセル神戸、69分大島亮太選手のゴールです。大島亮太選手おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。さて、本日は発表させていただいた方の中からですね、なんとミドルロングシュート部門久保辰彦さん、フリーキック部門中村俊輔さん、
そしてヘディングシュート部門、山岸範弘さんにお越しをいただいております。拍手でお迎えいただきましょう。嬉しいですね、お三方並ばれました、それではベストゴール各部門の表彰です。高橋さんお願いいたします、はい、まずはですねミドルロングシュート部門の表彰ですね。久保さんどうぞステージ中央にお願いいたします。まずはトロフィーの贈呈です。それではお写真をお願いいたします。挟んだ方がいいんじゃないですかね。ね、久保さんがアップセンターでトロフィーぜひ正面に向けていただいて、はい、お願いします。 拍手お願いします。いやいやいや、久保さんお久しぶりでございますけれども、いや改めましてお伺いしますが、どうですかベストゴール受賞されたお気持ちは。いや嬉しいです、ね、そりゃそうで、あれ何メートルありましたかね。いや分かんないけど、分かんないけど入っちゃった。はい、いやあれはどうですか、あのご自分で自信はあったんですか。自信っていうか、まあ打ってみようかなと思って。おいや狙ってるって言ってました、さっき僕聞いたんです。狙ってたというふうに。でその時のゴールキーパーがなんと、えあちら山西さんだった。山西さんだった。でもこの J リーグ30年の中でこれ選ばれたってことはすごいことですよね。いや、まあ覚えてもらってて、まあ嬉しいですね。なんかテレ気味ですかね。テレてらっしゃる。ではないですけど。そうですか。鮮明に、ね、覚えていますけれども。やっぱファンは忘れないんですよね。素晴らしかったですよね。ね、素晴らしかったですよ、ね。あれ生で見たらもう脳裏にこびりつきますよね。すごすぎて迫力と。あの山岸ゴールキーパーがおっしゃってましたけども、はい、とにかく。いつ来てもいい選手だから、はい、ちゃんと準備はしてたけど入っちゃったっていう、そういうコメントをされてました。そうですか。それぐらいやっぱり素晴らしいゴールだったっていうことが言えると思います。高橋さんどうですか。はい、改めて。そうですね、なんかもう普段プレーを見てて、いろんなこれまであの高校小学校の頃からいろいろ地元の子たちのやつとか見てて、あのちっちゃいコートだったらまあ、シュート入るの遠目からでもあるよなって思うんですけど、普通に考えたらあそこの距離から射程圏内で入れることが可能なんだっていうのを、なんかすごい希望があるというかワクワクしました。見てて、ね、から選ばれたんですよね。いや本当素晴らしかったですね、久保さん本当におめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。では元の位置にお戻りください。さあお待ちどうさまでした。続いてはフリーキック部門の表彰です。俊介さんどうぞステージ中央にお願いいたします。まずはトロフィーの贈呈です。続いてお写真をお願いいたします。それではスマイルお願いします。せーの、チーズ。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。じゃあ、中村俊介さんから、選ばれた感想、受賞の感想をお願いします。そうですね、やっぱり、ファン、サポーターの方とあのメディアの方々が、投票して評価していただいて、本当に光栄です。はい、いろいろと、俊介さんも小さな頃はいろんなこう目標があったと思うんですけど、俊介さんの若い頃、小さい頃憧れの選手は誰だったんですか。あ、もう木村和です、ね、やっぱり、はい、あの13歳の中1ですか、12スに、マイノスに入って、練習場でたまたま見たのがカズさんのキックだったんで、こんだけあの曲がって落ちるのかっていう衝撃と、あとフリーキッカーのかっこよさみたいな、はい、もう大先輩、あの目標でした。はい、いや、カズさんもこれ聞いて喜びますね。今日僕、容量合うんで、言っておきます、ちゃんと。お願いします。最高ですね。あのどうですか、あの松木さん、ちょっと解説といいますか。いや、もう中村選手は、もうこのゴールだけではなくて、とにかく全てにそのフリーキックの時にですね、必ずそのギリギリのところを狙っていく選手の一人ですから、まあ、いろんな持ち味を持った
球の種類もですね、いろいろ打てる選手なんで、これやっぱり日本の J リーグにとってはもう大変な宝物だと思います。そうですよね。でもやっぱり俊介さんも打つときにこうかなり難しい角度とか、これはいけるなとか角度があっても、入るときと入らないとき当然あるんですけれども、はい、それの気持ちの持ちようとか自信の具合とか、必ず入れるぞという気持ちで臨むんですか、やっぱり。そうですね、もう練習のときに染みつかせて、ああ逆に難しい方がこうワクワクするというか、そういう気持ちでやってます。やっぱり練習ってのは大きいですね。ねえ、そうですね、はい、本当におめでとうございました。ありがとうございました。さあ続きましては最後にヘディングシュート部門の表彰です。山岸さん、ステージ中央にお願いいたします。まずはトロフィーの贈呈です。続いてお写真をお願いいたします。はい、それでは山岸さん間に挟んでね、それではいきますよ。ゴールはい、ありがとうございました。さて山岸さん、ベストゴールを受賞されました。今のお気持ちはいかがでしょうか。はい、このゴールに投票してくださった、サポーターの皆様、メディアの皆様に感謝したいとともに、当時のチームメイト、はい、クラブスタッフの方々にも感謝の思いはありますね。松木さん、はい、山岸さんのヘディングはもう本当に、もう全員参加の中で行われましたね。その通りです。もうこのフィールドのプレイヤーではなくてゴールキーパーが選ばれたというところがですね、まず大きいのと、それと本当に普通のゲームでのゴールではないんです、うん、本当にもう厳しいギリギリのところでのゴールですから、これはもう世界的に見ても多分ゴールキーパーがこのゴールを決めるシーンというのはなかなか我々でも見れないんじゃないかなというゴールですから、これはもう本当に値するゴールだと思います。今でもたまにあのシーンを夢に見るとかってないんですか。いや、もう全くありませんね残念ながら、はい、このゲームのもうすぐ翌週が昇格プレーオフの決勝戦だったので、もうその日だけ浸って、はい、翌日からは次のゲームにという切り替えてました。ファンにとっては何年経っても見たいゴールだと思うんですけれども、高橋さん、あの執念のゴールいかがですか。でも本当にもうキワじゃないですか。もう今決めなきゃっていう本当に大事な瞬間で、もう初心者っていうか素人目からしたら、キーパーの方ってあんな前出て大丈夫なんですか大丈夫なんですかって思ってしまうようなハラハラするシーンですけど、それをしっかりチーム一丸となって決めに行くっていうのがすごいかっこいいな。もう二刀流の最初でしたからね。正直なところを申し上げると、はい、自分で決めるつもりはなかったんですよ。あ、そうなんですか。はい、自分のところにボールが飛んでくると思ってなかった。僕がゴールキーパーとして、はい、前線に上がって相手選手を一人でも引きつけて、はあ、こう守備相手の守備体系にスクランブルを起こされられればという思いはあったので、まさか決まるとはという自分でも本当に。いや、でもいいヘディングでしたよね。はい、クリアに当たってましたね。先ほど中村俊介さんがやはり練習でっておっしゃってましたけども、はい、僕の場合は練習で一回も決まらなかったです本番でしっかり決めに行くっていうのが、はい、あんまりしないですもんね、ゴールみたいな。いやいや、本当におめでとうございました。おめでとうございました。ありがとうございます。本日は出席いただけなかった皆さんの中からレオナルドさん、そして大島さんから喜びの声を頂戴しております。ぜひともご紹介をさせていただきます。日本の皆さん、よろしくお願いします。Eu fiquei muito feliz com a escolha desse gol, como o gol mais bonito dos 30 anos da J-League. Eu queria agradecer muito a quem votou por esse gol, a todos os torcedores, a todo o futebol japonês e, claro, ao Kashima Antlers. A minha ligação com o Japão é muito forte desde sempre. Eu acho que sempre que eu lembro da minha passagem, é uma lembrança muito prazerosa, onde eu aprendi muito e vivi realmente coisas muito importantes com pessoas que eu gosto muito. Então, assim, eu acho que esse gol acaba nos unindo, né? Une a mim, une ao Japão, à J-League, e isso me deixa realmente muito feliz. Muito obrigado mais uma vez, espero de vê-los todos em breve, e eu queria desejar muita sorte para o futuro da J-League. 川崎フロンターレの大島亮太です。J30 ベストアウォーズの部門別ベストゴール、その他部門で受賞させていただきました。ありがとうございます。今回、J リーグ30年の歴史の中で、
フロンターレらしさの詰まったパスワークからのゴールをセレクトしていただきました。フロンターレだからこそのプレー、フロンターレの仲間と一緒に取れたゴールだったと思っています。このゴールの感想は、普段から練習で意識していることがそのまま出せたゴールだったなと思い、大変嬉しく思ってます。記念すべき年の受賞、本当に光栄です。僕たち選手はスタジアムでの試合のプレーだけでなく、プロサッカー選手として毎日の行動や活動を通じて J リーグの素晴らしさ、スポーツの素晴らしさを伝えていきたいと思います。これからも応援してください。ありがとうございました。いや、お二人とも素晴らしいメッセージでした、ね、ありがとうございました。受賞者の皆さんへは後日記念トロフィーを送らせていただきます。明治安田 J30 ベストアウォーズベストゴール、本日ご登壇いただきましたのは久保達彦さん、中村俊介さん、山岸範弘さんでした。おめでとうございました。皆様どうぞ拍手でお送りください。おめでとうございます。ありがとうございます。プレゼンターの高橋ひかるさん、松木安太郎さん、ありがとうございました。ありがとうございます。どうぞご登壇ください。さあ、表彰を続けます。続いては注目のベストイレブンの発表です。プレゼンターにはこの方をお招きしております。ベストイレブンのプレゼンターは、明治安田生命保険相互会社取締役代表執行役社長長島秀樹様、元プロ車椅子テニス選手で国民栄誉賞を受賞した国枝慎吾様です。どうぞよろしくお願いいたします。まずはベストイレブンの発表を国枝さん、長島社長のお二人からお願いいたします。それでは発表いたします。明治安田 J30 ベストアウォーズベストイレブンに選ばれたお一人目は、ゴールキーパー川口義和選手。ディフェンダー井原正美選手。ディフェンダー内田篤人選手。ディフェンダー田中マルクス・トゥーリオ選手。ディフェンダー中澤裕二選手。ディフェンダー松田直樹選手。はい、続きましてミッドフィルダー遠藤康人選手。ミッドフィルダー小野伸二選手。ミッドフィルダー中村健吾選手。ミッドフィルダー中村俊介選手。フォワード三浦和義選手。以上、明治安田 J30 ベストアウォーズベストイレブンの皆様でした。おめでとうございます。おめでとうございます。さあ、本日はただいま発表されたベストイレブンの皆様の中から、井原正美さん、中村健吾さん、そして中村俊介さんにお越しをいただいておりますので、早速ご登場いただきましょう。盛大な拍手をお迎えください。いいですね。さあ、それではベストイレブンの表彰に参りましょう。国枝さん、よろしくお願いいたします。井原さん、ステージの中央の方にお願いいたします。はい、はい、すいません。まずはトロフィーの贈呈です。おめでとうございます。それではお写真をお願いいたします。はい、じゃあ社長は、申し訳ないですか、じゃあ井原さんは真ん中に挟む形にできます。私が行きましょう。すいません、ありがとうございます。はい、これで OK ですね。それではお願いします。はい、井原さん、ちょっと表情硬くないですか大丈夫ですかはい、ありがとうございました。大きな拍手をどうぞ。さて、井原さん、
ベスト11に選ばれましたが、今のお気持ちはいかがでしょうか。いえ、もう本当に多くの素晴らしいディフェンダーの方がこの J リーグ30年の中で、はい、いいプレーをしてきてくれていたので、まあ、自分が選ばれるとは思っていなかったので大変光栄に思っています。はい、あの国枝さん、あの実は井原さんはですね、その30年前にもう現役でプレーをバリバリしてらっしゃったんですけど、それはご覧になってましたか。もう覚えてますね。あの当時やっぱり学校のクラスメートみんなヴェルディのファンだったんですよね。それで本当に井原さん率いるマリノスにことごとく抑えられてる印象がすごくあってですね、また98年のフランスのワールドカップで、あの炎のユニフォームをまといながら、戦っている姿をすごく覚えています。井原さん、でもどうですか、はい、あの振り返って現役時代一番こう心に残ってるシーンとか出来事は。そうですね、やっぱりあの J リーグ先ほどもありましたけど、開幕した時に自分がピッチに立てていたというのはもう格別な思いでしたし、まさか日本にプロリーグがサッカーでこう飯を食っていける時代が来るのかと思っていましたので、その開幕戦というのは本当に一生忘れられない試合です。ですよね、はい、いやいや、国枝さん、なんか今のお話聞きながら何か感想ありますか。いや、もう本当にこのサッカーの93年5月の開幕っていうのはちょうど僕も実は車椅子になった直後だったんですよ。10日後ぐらいだったんですね。 でも病室でその J リーグの開幕の瞬間っていうものを今でも覚えてますし、なんか新しいこのエンターテインメントが生まれた瞬間っていうのを本当にこう病室にいながらすごく勇気もらってた覚えがあります。うわ、それは貴重なお話でした。いや、井上さん、改めてちょっと感動しましたね。ありがとうございます。はい、本当におめでとうございました。おめでとうございました。さあ、続いての表彰は長嶋社長にお願いをしたいと存じます。よろしくございますでしょうか。中村健吾さん、どうぞステージ中央にお願いいたします。じゃあ社長どうぞ。川崎フロンターレ一筋18年、フロンターレを上昇チームに成長させた中心的存在であり、2016年にはクラブ初の最優秀選手賞を受賞、ベストイレブンには8回選出され日本代表でも活躍されました。現役時代から社会連携活動やホームタウン活動も積極的に取り組み、ピッチ内ピッチ外でも J リーグを象徴するバンディエラであり、このような賞がとてもふさわしいと思います。おめでとうございます。いや、おめでとうございます。ではトロフィーの贈呈です。それではお写真をお願いいたします。失礼します。相変わらずかっこいいですね。それではスマイル。はい、いい表情です。本当におめでとうございました。さて、中村、思わずまだね、なんか選手と言いそうな気持ちになっちゃいますけど、じゃあ喜びの声を一言お願いします。はい、皆さんこんにちは、中村健吾です。本当にそうそうたるメンバーの中の11人に選んでいただいて、またミッドフィルダーの選手も本当に素晴らしい選手がたくさんいる中で、僕自身入れていただいて本当に嬉しく思いますし、誇りに思っています。僕自身は、中学校1年生からJリーグが始まって、それを見て育ってここに入りたいと思って、で現役にちょうど10年 J リーグが10周年の時に入って、はいはい、でそこは18年やって、で引退して、いろんな活動させてもらってるんですけど、本当に僕は J リーグに救ってもらって育ててもらって、っていう選手なので、これからこの賞を励みして、恩返ししていきたいなというふうに思います。ね、いやでもどうですか、今日お隣に井原さん、そして俊介さん、はい、お二人いらっしゃいます、はい、レジェンドのお二人の間に挟まれてますけど、お気持ちはどうですか。いや、もうそれこそ井原さんはもう井原って言ってた子供だったんで、いや本当にもう見て育って、で俊さんはもう僕2学年下なんですけど、もう高校時代からもうずっと見てた方なので、一緒にプレーできてすごく光栄でしたし、すごく楽しかったです、はい、でベストイレブンにちょうど選ばれて、はい、最高ですね。いや、最高だと思います。また
長嶋社長もおっしゃってくださいましたけど、そのピッチ外の活動、地域貢献活動のところも僕自身は現役時代からすごくチームがそういうところに力を入れてくれるチームだったので、本当に J リーガーとしてサッカーだけではなくていろんなことで貢献できるんだということを現役の時にいろんな形で示すこともできたと思っているので、そこも評価していただいたのは本当に嬉しく思います、本当におめでとうございました、ありがとうございました。やっぱり株式さんが昔ちょうどそのサッカー選手の現役が終わってからセカンドキャリアをよりこう充実させたいんだってことをずっとお話ししてらっしゃったんですけど、こんな形でこう社会貢献できるというのもやっぱり J リーグの選手たちのね、やっぱ一つの活動のあり方だと思いますね。はい、さあ続いての表彰はですね、国枝さんにお願いをしたいと存じます。中村俊介さん、どうぞステージ中央の方にお願いいたします。それではトロフィーの贈呈です。ありがとうございます。ありがとうございます。お写真撮影をお願いいたします。はい、それではキープスマイリング、どうぞ。はい、ありがとうございます。まあ、本当に日本の J リーグにね、中村俊介さんの存在は本当に大きいものがありますが、改めましてベストイレブンに選ばれました今のお気持ち聞かせてください。そうですね、30周年という節目の年にこのような賞をいただいて、はい、本当に光栄に思います。あとは今まで所属したチームだったりチームメイト、スタッフの方々にもご支援というかサポートして、はい、いただきましたし、だからそういう力があったからこそこのような賞を、はい、いただけたと思っています。はい、ありがとうございます。良かったです。国枝さん、どうですか。いや、もうめちゃくちゃ見てた世代なので、やっぱりフリーキックもそうですけども、やっぱり切り返しからのクロスとか、まあ、すごくこのファンタジーなプレーで我々をこう魅了していただいたというところで、僕もすごく感謝をしています。ありがとうございました。なるほどね、ご縁があるんですもんね。そういう意味では長嶋社長、改めまして、今日井原さんと中村健吾さん、俊介さん来てますけど、いろんな形でこう社会的な影響力もありますもんね。いや、本当に素晴らしい、選手としてだけでなく、人間として素晴らしい、モデルであるということで、本当にもう存在自体感謝しています。本当におめでとうございます。ありがとうございました。本当におめでとうございます。おめでとうございました。ロールモデルですよね。はい、それでは本日ご出席いただけなかったベストイレブンの皆様からも喜びの声を頂戴しておりますので、ご紹介させていただきます。川口義勝です。今回30周年の記念ベストイレブンに選出していただきまして誠にありがとうございます。僕以外にもこう名高い名手、名ゴールキーパーがいる中で、自分が選ばれるとは思っていなかったので、正直びっくりしていますし、と同時に、この J リーグの歴史の中で、自分のこの名前がファン、サポーター、そして J リーグサッカー、日本サッカー関係者の方たちに、こう残っているということが、本当に嬉しく思います。やはり J リーグは、30年、経ってですね、日本のサッカーのレベルがやはり飛躍的に上がっていますし、また選手の、成長といいますか、やはりこの国際レベルで戦える選手が本当に多く増えている、これは本当に J リーグの誕生がそのような成果をもたらしていると思いますので、現状に満足せず、僕自身も日本サッカー の、この成長のためにですね、全力を尽くして、このサポート、選手の育成の力になれるように、素晴らしい選手を、より日本から輩出できるような、そういうサポートができるように精一杯頑張っていきたいと思います。J リーグ30周年おめでとうございます。内田篤人です。そしてベストイレブンに選んでいただきありがとうございます。僕が5歳の時かな、J リーグ開幕して、J リーガーになると夢を持って、
ずっとサッカーを続けてきました。これからも僕はサッカーに携わっていけたらなと思っております。そんな J リーグが今の子どもたちの夢目標であり続けるようなリーグであってほしいなと思っております。以上です。 J リーグ30周年おめでとうございます。トゥーリューです。30周年ということで、またその30周年の中でベストイレブンに選ばれて、まあ当たり前なのかなと、あれだけの得点取ったらやっぱり印象的でしょうね。自分の気力はいつかは乗り越えられるのかなと楽しみに待ってます。本当に愛する J リーグがこれから もっともっと盛り上がって、スタジアムが満帆になるようブラジルから応援してます。いまだにトゥーリオ健在ですね。本当に皆さんにまた会いたいです。ありがとうございます。皆さんこんにちは、中澤裕です。本日はですね、ちょっと仕事のため、そちらの方にはお伺いすることができず、大変申し訳ございません。そしてですね、J リーグのですね、ベストイレブンに選ばれたことを本当に光栄に思っております。そして、J リーグに、ね、関わる全ての方々に感謝したいと思います。J リーグはですね、30年というところで、まだまだ発展途上だと思いますので、ぜひ皆さんの力でこれからもね、もっともっと、J リーグが盛り上がるように、一緒に盛り上げてやっていければなと思いますので、これからも頑張っていきましょう。以上、中澤裕二でした。J リーグ30周年ベストイレブンに選んでいただき、 J リーグを愛する皆様、ファンサポーターの皆様、ありがとうございます。 J リーグで16年、あれから12年、今も変わらぬ思いに感謝申し上げます。ありがとうございます。 J リーグで過ごさせていただいた松田直樹のサッカー人生は、素晴らしい仲間たちとファンサポーターに出会え、改めて幸せだったと思います。ここで写真を撮らせていただいてるんですけど、レジェンドたちの始まりは J リーグです。これからも J リーグが子どもたちの夢でありますことを願っています。そして J リーグを誰もが楽しめますことを願っています。 J リーグを楽しむためには安心安全な環境を備え守ることが大切です。日頃から今いらっしゃる場所、スタジアム内でいざという時のために AED のある場所を確認してください。そして J リーグ各地域チームで生まれました、温かい思いで生まれましたハッシュタグ命つなぐアクションを知ってください。今日は弟に代わりまして御礼申し上げます。本当にありがとうございました。いやー、松田選手、ジュビロ磐田の遠藤康彦です。 J リーグ30周年アウォーズベストイレブンに選出していただきありがとうございます。今年で26年目を迎えていますが、非常に楽しく充実した、サッカー生活を送れているかなと思います。J リーグってすごいこう華やかな、憧れというか、そういう感じで見てましたし、J リーガーになりたいと思った1993年だったかなと思います。ここまで30年という歴史の中で、数々素晴らしい選手がいる中で、自分を選んでいただいたことは非常に嬉しく思いますし、誇りにも思うので、40年50年60年と続いていく中で、その中でも自分がついに名前が上がるような選手生活をこれから先も送っていきたいなと思います。北海道コンサドーレ札幌背番号44の新司です。そうですね、この長いJリーグの歴史の中のベストイレブンに選ばれたということはすごく光栄ですし、まさかね、自分が選ばれると思ってなかったので本当に正直驚いてます。どうですかね、プレーか言ってみてもね、そんな J リーグの中で本当正直自分が一番輝いてたというか、楽しんで自分のプレーができたっていうのは18歳、プロデビューの18、19歳ぐらいの時だったので、
もう本当にね、もう二十何年前ということになりますから、なかなか皆さんのね、記憶に鮮明に、ある方がどうなのかなというふうに思いますけれども、あの当時っていうのは本当に自分自身も自分のやりたいこと、考えることが全てできてたあの時だったので、まあそういうものがもしかしたら皆さんの目に焼き付いて、この受賞が得られたのかなというふうに思ってます。とにかくもっともっと J リーグが、観客であふれるそんな試合がね、毎試合見れるような環境づくりだったり、そういうものをどうしたらそうなっていくかということを深く自分自身も考えながら、まあ、クラブと協力して盛り上げていけるように頑張っていきたいなというふうに思います。今回 J リーグ30周年ベストイレブンに選出していただいたということで本当にありがとうございます。まあ、30年といってもね、本当にたくさんの素晴らしい選手がいる中で、こうやって選んでいただいたということで本当に光栄に思います。自分自身も、まだ頑張りたいと思ってますんでね、こういうベストイレブンとか、そういうものをやっぱ励みにこれからも努力していきたいなと思っています。本当にありがとうございます。そうですね、まあ、これから先10年、20年、30年、もっともっと J リーグが繁栄するように、もっともっと世界との距離が縮まるように、そして日本の国内でもやはり地域と、密着した J リーグの理念をこれからも大事に、繁栄していってもらいたいなと思います。僕自身も少しでもね、J リーグにいろんな形で、貢献していきたいと思いますので、みんなで J リーグを盛り上げていきましょう。よろしくお願いします。いや、最後のカズさんまで、はい、キングカズ今も現役ですからね。いや、素晴らしかった。受賞者の皆さんは後日記念トロフィーを送らせていただきます。はい、明治安田 J30 ベストアウォーズベストイレブンに選ばれた皆さん、おめでとうございました。改めまして盛大な拍手をお願いいたします。それでは皆様ご登壇ください。 ここでプレゼンターを務めていただきました長島社長はご登壇となります。ありがとうございました。さあ参りますね。明治安田 J30 ベストアウォーズ最後の表彰は MVP ということになります。こちらの MVP はただいま発表させていただいたベストイレブンの中からファンサポーターの皆さんからのウェブ投票をもとにしまして選考委員会によって選出されました。選手に送られます。さあ MVP の栄冠を手にするのは一体誰なのでしょうか。MVP の発表は引き続き国枝さんにお願いし、プレゼンターには高橋ひかるさんに再びご登場いただきます。はい、さあワクワクしますね。はい、それでは国枝さん MVP の発表をお願いします。はい、それでは発表いたします。明治安田 J30 ベストアウォーズMVP に選ばれたのは、狙ってきた、ジュビロ磐田遠藤康人選手です。遠藤康人選手おめでとうございます。遠藤選手はこの会場にお越しいただくことはできませんでしたが、なんとですね、現在オンラインにて遠藤選手とつないでおります。それでは早速お呼びしましょう。遠藤選手、はい、元気ですか。元気です。いや、 MVP ですよ。ありがとうございます。今の素直なお気持ちをどうぞ。はい、もう非常に嬉しく思いますし、光栄に思ってます。今あの会場にはですね、井原さんと中村健吾さんと俊介さんがいるんですよ。ベストイレブンの、はい、井原さん、はい、MVP は遠藤さん持ってきました。
いやもう当然だと思ってます。はい、健吾さん、はい、おめでとうございます。はい、俊介さんどうでしょう。そう、俺は納得してないですね。どうでしょう、遠藤さん、やっとさん。はい、納得しろよって感じです。いやいや本当にね、変幻自在で、まあ遠藤選手の活躍はね、いやもう今季もここまで全試合出場されていますし、本当に J リーグのピッチの中で誰よりも歴史をこう感じてきた遠藤選手ですから、本当に素晴らしい受賞になりますけれども、中川さんも絶賛してますよ。いやいや恐縮です。こっちとそっちの温度差がよく分かんないんですけど。そうですね、今日練習までいらっしゃるんですよね。はい、3分前まで練習してました。忙しいところありがとうございます。今日あの、はい、マスコミの皆さんもかなり集まってらっしゃって、はい、であのこれ YouTube で流されているんですけれども、かなりこっちはヒートアップして、はい、MVP は誰だろうっていう状況の中で遠藤さんが登場したんですよ今。あ、そうなんですね。こっちはあの汗だくになりながらこっちに来ましたけど。いやいや、はい、改めてこれあのファンサポーターの皆さんの、ね、ウェブ投票をもとにですね選ばれましたので、本当にこれは価値ある名誉ある賞だと思いますよ。はい、本当に数多くの選手の中、そして先輩方の中から選んでいただいて、はい、本当に嬉しく思いますし、まあ、一応まだ現役なのでまだまだ頑張りたいなと思ってます。でも振り返ってみて、遠藤選手にとってはあの一番印象に残るシーンとかゴールとか何かありますか。一番すぐ出てくるのはやっぱり J リーグの開幕戦の試合が出てきますし、マイヤー選手のゴールっていうのはあの今でも鮮明に覚えてます。なるほど。ご自身のプレーはどうですか。僕自身はそうですね、まあ、今年で26年目を迎えてますし、あのたくさんゴールも決めることができてますし、まあ上げろと言われたらすぐに上げられないですけど、うん、楽しくプレーできてるので、はい、上げればたくさんあります。はい、わかります。でも本当に皆さんから応援されるプレイヤーってことはもう素晴らしいですね。何よりですよ。はい、そうですね、あの、J リーグのファンや、支えてくださった方のおかげだと思ってます。はい、MVP の遠藤選手には今プレゼンターの高橋光さんがお持ちの記念トロフィー後日送らせていただきます。はい、ありがとうございます。あの国枝さん、はい、一言なんか遠藤選手に聞きたいことがあれば。あ、はじめまして、車いすテニスの国枝です。この度はおめでとうございます。ありがとうございます。いや本当にあの遠藤選手のプレーをよくテレビで見てたんですけど、やっぱりあの縦にこうパス入れてこうチームを活性化させるのがすごいやっぱりこう効果的だなっていう風に見てたんですけど、どういったあのピッチのどこを見てるのかなっていう風にいつもテレビを見ながら思ってました。まあ、一応その上からあの俯瞰して見れるように頑張ってますし、一応全員キーパーも含めて見るようには努力してます。やっぱりそうなんですね。僕もテレビゲーム大好きだったんで、なんか自分でこうテレビゲームを操作してるかのような、感覚があったので、いやすごい今日は嬉しいです。お話できてありがとうございます。ありがとうございます。高橋さん、はい、一言。あの一つ私もお聞きしたいことがあって、小耳に挟んだのがハーフタイム中に遠藤選手はシャワーを浴びられるっていうのを聞いたことがありまして。はい、あれは事実ですか。あの有名な話ですね。はい、はい、ご本人ですよね。あのされるんですか、シャワー。はい、あの浴びていますし、はい、多分浴びてる選手増えてるんじゃないかなと思っております。遠藤選手をきっかけにとしてされる方も増えたんですね。はい、うちのチームにも数人いますし。あ、そうなんですね。はい、ガンバ時代にも数人いたので多分増えてると思います。増やしていきたいと思います。これからも増えそうですね、これをきっかけに。はい、聞けてよかった。最後にあのファンの皆さん、そして J リーグをサポートしている皆さんに一言お願いします。はい、あの J リーグ30周年迎えて、まあ、これまで支えてくださった、方々、そして
これから何十年と続く J リーグを選手とスタッフ、まあ、全ての方で盛り上げていけたらなと思います。はい、本当におめでとうございました。ありがとうございます。おめでとうございます。おめでとうございました。明治安田 J30 ベストアウォーズ MVP はジュビロ磐田遠藤康人選手でした。おめでとうございました。ありがとうございました。さて、明治安田 J30 ベストアウォーズすべての表彰が終了したところで、受賞者の皆様、プレゼンターの皆様によりますフォトセッションの時間とさせていただきます。どうぞステージの方にお集まりいただければと思います。よろしくお願いいたします。いやなかなかの俊介さんとやっとさんの会話は面白かったですね。ここでね、今まで掛け合いを見られると豪華な人が見られましたね。いやいや本当でしたね。ありがとうございました。いきなり無茶振りしてしまいましたけど。さあいいですか。はい、松木さんが今何かと俊介さんに言ってますね。はい、それでは、フォトセッションさせていただきます。まずは真ん中のセンターマイクから、オフィシャルカメラマンさん手を挙げていただいて、はい、あちらに目線をお願いいたします。はい、まずは中央です。はい、では真ん中あたりで、目線欲しい方いらっしゃいましたら手を挙げていただいて、挙手を挙げていただいて、はい、よろしいでしょうか。それでは皆さん向かって左側、奥側ですね、あちら側を向かっていただいて、目線欲しい方いらっしゃいましたら手を挙げてください。いかがでしょうか。よろしいでしょうか。はい、それではこの逆側ですね、向かって右側、こちら側を見ていただいて、目線欲しい方いらっしゃったら手を挙げてください。よろしくお願いします。はい、では前の方ですね、いかがでしょうか。他目線欲しい方、はい、では一番こちらの上手側、下手側ですね。はい、その他いかがでしょうか。はい、では真ん中の、はい、こちらですね、この後ムービーカメラに行きます。はい、よろしいでしょうか。それでは、続いてムービーカメラ、の方に目線をお願いいたします。向かって左側から、スタッフがおりますので、そちらに目線をそのまま追っていただければと思います。それではよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。もし手も振っていただけたら、はい、ありがとうございます。はい、そのまま右手に行きます。国枝さんが一番笑顔ですね。はい、はい、ありがとうございます。よろしいでしょうかね。はい、では以上でフォトセッション終了とさせていただきます。ありがとうございました。改めまして受賞者の皆様おめでとうございました。プレゼンターの皆様どうもありがとうございました。プレゼンターの皆様もありがとうございました。ということで以上をもちまして明治安田 J30 ベストアウォーズ発表終了とさせていただきます。この後は明治安田生命保険相互会社様からのお知らせを挟みまして、第2部シャレンアウォーズの発表と表彰を行ってまいります。生島さんはここまでとなりますが、はい、第2部の司会進行も私中川が担当させていただきます。よろしくお願いいたします。いやでも本当皆さんがですね J リーグを愛してもう発展を心から願っている選手の皆さんもやはり本当ベストイレブンとかもう順当ですよね。ある意味においてはね、本当にそれぞれ人生にずっと寄り添ってきてくれた番心だなというふうに改めて感じましたね。いやいや最高でした。ということでこれまでの司会は私生島博士と中川恵美里が担当させていただきました。ありがとうございました。どうも失礼しました。開幕より30年という節目を迎えた J リーグは、6月に本イベントが行われているこの明治安田生命ビルに移転いたします。移転に先立ち J リーグのタイトルパートナーである明治安田生命様より、明治安田生命ビルでのこれからの取り組みについてご紹介いただきます。それでは明治安田生命取締役代表執行役社長長島秀樹様、よろしくお願いいたします。
明治安田生命の長島でございます。本日は明治安田 J30 ベストアウォーズにおいて受賞された皆様、誠におめでとうございます。 J リーグが1993年に開幕してから30年が経ちましたが、この長い歴史の中で私自身も記憶に残るシーンや応援していた選手を思い出しました。ワクワクする気持ちと心が熱くなり、 J リーグの魅力を再確認することができました。さて、当社も J リーグとは早いもので、来年でタイトルパートナー10年目を迎えます。当社がタイトルパートナーとなったのは社名露出のためではございません。 J リーグの100年構想やホームタウン制といった理念と地域に寄り添うという私たちの思いがぴったりと一致している、いわば志を同じくする仲間と思ってのことでございます。したがってタイトルパートナー契約に加え、明治安田生命はすべての J クラブとも個別にクラブスポンサー契約を締結し、全国各地で活躍する J クラブとの絆を深め、各地元の皆様の健康増進や豊かな地域づくりへの貢献に取り組んでおります。当社は人と人、人と地域のつながりを大切にしてまいりました。そんな当社らしい取り組みとして、ビル施設を活用した新しい施策、明治安田ビレッジをご紹介いたします。当社にはこの丸の内本社ビルを含めて全国に大型のイベントホールなどを有するビルが多数ございます。これらの施設を活用して、地元の人が気楽に参加できる健活お笑いイベントや音楽会などを定期的に開催してまいります。コンセプトを地元の人が元気になる空間として、ご来館いただいた皆様が笑顔で元気になる空間をお届けいたします。まずはこちらの VTR をご覧ください。明治安田生命がこれまでずっと大切にしてきたこと、それは人と人、人と地域のつながり、そこから生まれるコミュニティ、地域の皆様に健康と元気をお届けすること。私たちは健康増進を応援するみんなの健活プロジェクトと、地域社会が抱えるさまざまな課題ニーズに応えていくことを目指す地元の元気プロジェクトの二大プロジェクトを通じ、社会課題の解決につながる取り組みを行ってきました。そんな私たちが大切にしてきたことをもっと多くの皆様にお届けしたい、そんな思いを形にしたのが明治安田ビレッジです。明治安田ビレッジは当社が所有する全国の主要ビルを活用して、人、地域がつながり、訪れた人が笑顔にあふれ、健康や元気になる空間を作っていきます。明治安田生命の本社である丸の内本社ビルでは、2022年10月に重要文化財に指定されている明治生命館に静嘉堂文庫美術館が移転したこともあり、開館から多くのお客様にご来館いただいています。またタイトルパートナーである J リーグが丸の内本社ビルに加わり、さらなる相乗効果が生まれ、多くのお客様が当社のビルにお越しいただくことが期待されています。 J リーグと私たちはこれまで全国の地元の元気を支える地域貢献活動を共に取り組んできました。そんな私たちが丸の内で一つとなることで、全国の地域貢献活動などの情報発信を通じて取り組みを加速させていきます。また丸の内本社ビルを含む全国の主要ビルには、さまざまなイベントが実施できる明治安田ホールを所有しています。
このホールを活用して地域の皆様が参加しやすいお笑いイベントや音楽会などを開催し、健康や文化の継承、子どもたちの活躍機会の創出にも取り組みます。さらに展示や販売会などを実施できる明治安田ギャラリーなども所有しており、地域と連携した地域物産展を開催し、地域の観光 PR や特産品などの販売会を開催しています。このように明治安田ビレッジは人、地域がつながり、訪れた人が笑顔にあふれ、健康や元気になる空間を皆様にお届けします。丸の内本社ビルを皮切りに、全国の明治安田生命の主要ビルで取り組みの輪を広げていきます。明治安田生命。今ご覧いただきました VTR にもありましたが、昨年10月に静嘉堂文庫美術館が当社の明治生命館に移転し、たくさんの方に当社のビルにご来館いただいております。その中で当社が取り組んでいる健康をテーマにした健康測定器や地元スポーツをテーマにした展示会などに触れていただく機会を増やしております。また J リーグも来月本ビルに移転することが決定しており、これまで以上に来館者が増えることが想定されます。ここで J リーグの野々村チェアマンにご登壇いただき、新オフィスのご紹介と丸の内への移転後の取り組みについてお話しいただきたいというふうに思います。野々村チェアマン、ご登壇お願いいたします。はい、J リーグ野々村です。今お話にあったように、 J リーグはその30年というこのタイミング、これたまたまということもありますけれども、この事務所を明治安田生命ビルに移転するということになります。東京の中心で丸の内ということもあって、こんなに素晴らしい環境を用意してくださった明治安田生命様には本当に感謝しております。ワクワクしているという言葉が一番合っているのかなと思っています。J リーグのクラブ、全国に60拠点あって、集まるということに関しても、集まりやすいですし、この丸の内のこのビルに、多くの J リーグの関係者が集まってくる、そこでみんなで将来に向けて話をしながら、または丸の内から全国の J リーグの関係者、サポーターも含めた皆様に、J リーグの思いとかビジョンを発信できるような場になるのではないかなというふうに思ってます。でサッカー界としましても、幕張があったり JFA があったり、その真ん中にこの J リーグの事務所があって、協力しながら日本のサッカーの成長に寄与できたらなというふうに思ってます。でこれから明治安田生命様とともにやっぱり思いは同じなので、日本を少しでも良くする、元気にする、幸せになっていただけるような人を増やせるような活動をここで共にしながら、多くの人に丸の内から発信していきたいなというふうに思っています。皆様が来ていただける場所も用意しておりますので、ぜひ遊びに来ていただけたらなというふうに思っています。はい、私から以上です。野々村チェアマン、ありがとうございました。野々村チェアマンのお話にもありましたが、 J リーグと同じ場所にあることで双方のコミュニケーションや情報交換の機会も増え、当社と J リーグのビルを活用した共同取り組みや情報発信が加速するとワクワクしております。まずは J リーグと共同で明治安田ビレッジオープニングセレモニーを7月に開催いたします。このビルの1階アトリウムや丸ビルから当社ビル前の道路中通りをジャックして、サッカーを体験できるパスサッカーや、お昼の時間帯にスタジアムグルメが楽しめるキッチンカーをお呼びします。また1階のイベントスペースでは J クラブとのコラボレーションした地域物産展も開催予定です。このように当社のビルにさまざまな価値相乗効果が生まれ、経済的な価値にとどまらない健康、絆、幸せといった多元的な価値、
そして仲間と共に作るという意味の競争価値が生まれると期待しています。最後になりますが、当社のビルに訪れた方が健康、地元、スポーツ、文化、歴史といった当社のブランド資産にイベントなどを通じて触れていただくことで、人が元気になる空間を目指してまいります。これから全国の主要ビルに取り組みに輪を広げていきますので、ぜひ皆様も折に触れ、まずは丸の内本社ビルを訪ねていただきたいと思います。ご清聴ありがとうございました。以上、明治安田生命保険相互会社長島様よりご説明いただきました。長島社長、野々村チェアマン、ありがとうございました。